はい、皆さん、おはようございます。今日はね、15時間の飛行機の旅行が待ってますので頑張りましょう。ちなみに今日のもぐもぐタイムはですね、昨日ね、買いに行ったバームクーヘン、これ店員さんからおすすめされた、これバター味の、めっちゃいいとこ、僕は超空いてて寝ると足が伸ばせるからよかった。今日の便がいっぱいらしいんだけど、今まだ全員が入ってなくて、後でどういう感じなのか見てみましょう。飛行機の中いつもこれ使ってます。ワープしてておすすめ。中はこんな感じだから、まあまあいっぱいでもないけど、結構人多いんだよね。帰る前に海鮮丼食べたかった。帰る前にサーモン食べたかった。もう寝てる？リラックスしてないけど。あ、飛んだ飛んだ飛んでる。富士山見えます？お、真ん中。トップだけだけど、雲の真ん中にあって。かっこいい。私のご飯来ました。じゃじゃん。だから今日はわざとベジタリアンのメニューを頼みました。なんか一瞬魚だと思ったけど、焼き豆腐だよねこれ。わあ、食べたい。ちょっとアイスクリームもやりました。ありがとうございます。今まではロシアの上に通ってたんですけど、今はちょっと戦争で通れなくなってしまって、北極の上に通らなくなりましたね。アメリカのアラスカ。一緒にパリのディズニー行ったことないか。フランスの香りがする。クロワッサン食べたい。香水の香りがする。今日はね、私がパリ生活っていう日本人向けのサイトで予約したパリの本格的なアパートを予約したの。なんか日本人しか泊めれないかわからないけど、一応日本語でしか書いてないんだよね、サイト。いつもホテルで泊まるんだけど、ホテルだとね、パリめちゃ高いんだよ。しかも今12月でクリスマスのイルミネーションとかあって、もっと高額だからこのアパートにしました。で、私たちが選んだのは、日本のお店がたくさんあるところ、ルーブルの近くのお店のとこです。そうで、プラス2万円払ったんだけど、パリ空港から車で出迎えしてくれるから、まあ荷物が多い時とか、まあ安全だなって。コレスポンダンスでターミナル 2E ポートキャーエターミナル 2E。これ本物で見ると、これあれだよ、インスタグラムに載せてた写真だけど、実物ここだったんだ。やばくないこれ、嬉しい。この場で広場だったら、そうだよ、完全に。なんだっけこれ忘れた。ユニクロの近くじゃん。これの中に入りたい私、今年。去年入らなかったから。はい、着きました。パリの私の建物の中に今回行ってみたいと思います。ね、もう本当のパリジェルだと生活だね。はい、だからすごいエブリンパリに出てるタイプのアパートなんだよ。ほら。で、ここから見るとこんな感じ。これマジパリらしい。そうそう、パリらしい、マジでこれ。今パリめっちゃ寒いんだよ。もう山形以上。これ見て、なんか
ご飯とナッツで作られてるミルク見つけた。こういうのはね、あのご飯だけどチンして食べれるんだよ。食べさせて。で、行ってみよう。もういい香りするな。めっちゃいい香りするから。これは美味しいやつだ。今俺すごい朝の4時ってわかるわ。私全然。日本の。もう私フランス、もともとフランス人だから、フランスに来た瞬間、もうフランスの時間。脳が。すごいね、それ。で、日本に帰るとき、もう日本の時間。すごい不思議。もう私別に今、夜の8時で晩ご飯の時間って感じです。今ね、ご飯にかけたいんだよね。わかるその気持ち。キャラメル豚っていうやつ。めっちゃ美味しそうじゃない？なんか。玉ねぎも入ってんだよね。私日本風だから別々で食べるんじゃなくてかけて食べるんだよ。フランス結構別々で食べるんだよ。まあ海外の人って別で食べるね。うなぎ食べてからご飯食べるみたいな。そう。このご飯めっちゃ美味しいって。柔らかい。これなんかチンって思えないんだよね。柔らかい。あったかいご飯食べるの最高ね。朝4時で。食べたい。行こう。ひとみちこれ好きなんだよね。ねんとこネギのチーズでも私カマンベール好きなんだよね。はい、皆さん今日2日目昨日フランスに着いて今パリの中に散歩しております。今からですねちょっとルーブルにある公園とあとは実際グランパレというところまで行きたいと思うんですけど、後でなんでそこに行きたいかを皆さんにお伝えしたいと思います。これがすごいんだよね。そうルーブルの公園には今クリスマスマーケットやってて夜イルミネーションめっちゃ綺麗だから一緒に夜行きましょう。どうフランス慣れた？慣れてない怖い。まずフランス語で喋るときフランス語はなんか忘れてるのだからどういう風に話すればいいかもわかんないし、敬語か、なんかフランス人って敬語使わないじゃん。なんかわかんない、迷子。なんか自分の国なのに外国人っていう気分。あ、ルーブルです。入りたい、モナリサ見たい。はい、皆さんこれはフランスの紅葉です。色がついてまして、いやこの方が好き。あのもうすぐパリオリンピックだからいろんなところが改装されたり新しい建物が作られたりしてて、今多分オリンピックを目指して全部改装したりしてる。これを全部今改装してる。へー、エッフェル塔が見える。そう、エッフェル塔。エッフェル塔ってコンコルド広場っていうところなんだけど、この建物がもともとエジプトから来たやつなんだよ。実際ね、この広場はね、パリオリンピック2020年の時、あのパリオリンピックの新競技ブレキダンスとスケートボードがここでやるの、この広場に。やばいでしょ、このもう全国に有名な広場にブレキダンスとスケートボードの競技やる。かっこよすぎない？そう、あのこの森のすぐあっちにマクロン大統領の家があるんだよ。実際気になるわ、さっきすごい。で、一番すごいのは、日本あるのかはわかんないけど、フランスはね、年に一回マクロン大統領の家に入れる。で、見学できるの。無料で。めっちゃ混む。もう朝から行列。パレーという超有名な建物です。実際ね、この建物の中なんと2024年柔道の競技の試合ここに行います。この建物の中すごい。多分動画で伝わると思うんだけど、屋根はねガラスなの。だから競技の時は外側の光が競技の場所を光ってくれるの。もうとにかくルーブル美術館の級の本当に高級感のある場所で、すごい歴史あるの。1800年とかそんな感じの年から作られる。もうそこでとにかく柔道をやるのはマジでもう光栄ぐらい。本当にアマンディーニュ選手も出場します。私はしないアマンディーニュいるよね。あ、そう、私じゃない、あの別のアマンディーニュが選手としています。あとテリー・リンネルさんね。
チみたいに車が間に間になっててすごい。なんか日本ってまだ秋って感じがするじゃん結構、うん、フランスでも明らかに冬だね。わあ待って私の大好物のものいっぱい入ってる。それお化け屋敷だよ。クリスマスのお化け屋敷。フランスのお化け屋敷はね電車けだよ歩かないよ日本みたいに。歩いた方が私個人的に楽しいと思う。あベニエこの前言ったじゃんミスドの時フランスのドーナツこれって。友達のピエルさんはこういうクリスマスマーケットでお店出してるよ。そう、モナコの方、南どうやって作ったすごい一等にできるじゃん、しかもすごいあの、こっちぎここシャンパン飲めるよ、可愛くない？グランピングみたいな感じ。これ全部チョコ？そうよ、これ全部チョコ。ホットワイン？ホットワインだよ。ホットワイン飲みたいね、美味しいからね。これやりたいんだよね、私下手くそだけど。これやばい。やばい、久しぶりに来た、多分。私の気分だよね、やっぱ。切る。切るよ、溶けちゃうんだよ。You can buy the sauce. ホットワイン。白ワインと赤ワインのホットワイン。結構お酒入ってんねこれ。強い。めっちゃうわこれ。喉も一気に燃えた。あのすごい白ワイン初めて飲むんだよホットで。白ワインのホットって結構温めた日本酒に近い口の中。飲んでみ。わ強いな。これガチのやつだよね。これ酔っちゃうなこれ二つ。帰りはいいってなっちゃう。これ見よ、それ溶ける前。あ、これやばい。私たちってラクレットチーズをかけためっちゃ美味しそうなホワイトソーセージを頼んだんだけど、実際ねパンの中に入れてからオニオンかけて量やばい。こんなでかいやつになっちゃいました。ソーセージ見て私の顔のサイズで、ホットワインは約6ユーロだから大体1000円で、このソーセージとラカレットの追加は10ユーロだから1400円ぐらい。でも意外と1400円でこの重さはもう晩ご飯以上だよ。やばいねこれ。大食い企画インフランスで、私ねフランスのラカレットチーズはもう本当に冬の名物の食べ物。デカすぎる。みんなが友達とか家族と一緒にラクレット食べたりする。食べ物じゃないこれ、でかすぎるでしょ。チーズうまい。ラクレット大好き。冬が好きな理由はラクレットがあるから。大学の時一人暮らししてたんだけど、毎日ラクレットとジャガイモばっかり食べてた。あのお母さんとお父さんにラクレットの機械を買ってもらったんだよ、6人分ので、全部チーズを溶かして自分でつけてた。先生見てますね。でかいですよ、めっちゃうまそう。ドイツのやつ。うん、やば、うまいよ、めっちゃおいしい。それこそとハーブの味する。ソーセージあんまりファンじゃないけど、これ噛みだからね。ビビるこれ。不要買えよ。これはやばいですよ、高い。NBC にあるアニエルの世界にあるじゃん、それ魚の中の。僕でもやばいね、これ。あ、もうやばい。あ、これはもう結構アトラクション厳しい、激しい。キベルトやったー、光ってる、かわいい、綺麗。今からね、あのシャンゼリゼ通りのクリスマスのイルミネーション見に行きたいけど、なんか冬はパリが光の街って呼ばれてるの。どうですか皆
皆さん何点？色変わって100点になりました。はい、皆さん今日一緒に時間過ごしていただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。この動画についてどう思ったかをコメントでお待ちしております。皆さんのコメントをいつも楽しみにしております。もしこのチャンネルに登録されてなければこれからたくさんの面白い動画を載せますのでチャンネル登録をしてお楽しみください。あとはインスタグラムも最近やっておりますので概要欄チェックしてインスタグラムのフォローもお待ちしております。では次の動画へお会いしましょう。バイバイ。